清水エスパルス1、1湘南ベルマーレ J1 第11節、明治達成明 J1 リーグ第11節の清水、エスパルス対湘南、ルマーレ戦が25日に行われ、1-1の引き分けに終わり、た。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、10試合を終わり、で、勝ち点10で並ぶ、両チームは、降格圏すぐ上の15と16位に並ぶ状況。17位のガンバ大阪が3試合を差は残していることもあり、早い段階で勝ち点を積み重ねて、浮上を果たしておきたいところだ。前、半ばを過ぎた頃から清水が優位に立ち、わずに、ゴール右に外れる鈴木結人のシュートや、ウングボールに走り込んだ、中山勝弘のヘディングダンなどでゴールを脅かす。だが、リーグ戦3未連続無失点と守備の安定している湘南を頬切れずに前半を折り返した。それでも60分、均衡を破るゴールは、ホームの清水に生まれる。右サイドで受けたエウシーニョが、左足でゴール前の浮き球を送り込むと、チアゴ・サンタナが、で合わせて、強烈なヘディングシュートを5塁右へ叩き込んだ。74分には、清水に勝利を決定、蹴る絶好のチャンス。だが速攻から、右サイド抜け出した、中山のクロスに合わせたチアゴ・サンタナのシュートを、カバーに入った DF が5塁ライン上でブロックして、湘南が、絶体絶命、ピンチをしのいだ。耐えていた湘南に起死回の、同点ゴールをもたらしたのは、7年ぶりに古に復帰した FW ウェリントン。77分からの交代出場、再デビューを飾ると、88分には、左サイドの毛利成からのクロスに合わせて、豪快なヘディング、激戦を1-1のドローに持ち込んだ。得点者、60分1-0チアゴ・サンタナ、清水88分1-1ウェリントン、翔、亮。